皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。皆さんはお正月は何をして過ごしましたか？私はゲームしてました。平常運転じゃねえか。皆さんどうもこんにちは。前回に引き続きヨウムです。眠いです。冷たい水でもかけてやろうか。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日も青鬼 X を実況していきたいと思います。前回は拓郎と無事に合流できたんですよね。ああ、だが謎の青いガスと一緒に変な青鬼どもが現れたんだぜ。未知の青鬼との遭遇、十分に注意して進めよう。それしか言うことないんかい。あのゾンビたちを焼却炉に入れて燃やしましょう。いやどうやって入れるんだよ。そうですね。とりあえずガス穴近くの岩を使って塞ぎましょう。わかったわ。ガス穴の数は、全部で4つあるみたい。それじゃあサクッと岩を移動しましょう。いや普通は岩をサクッと移動できねえぞ。主人公は特殊な訓練をしております。やっぱりいざとなったら頼れるのは己の筋肉だけなんですね。無駄に説得力があるかのように言うな。じゃあ、ゾンビたち気持ち悪い。青神様の生贄になれ。ごめんなさい、そういうの興味ないんで。スカウトを拒否する人みたいなんだけど。墓地にゾンビとかもう鉄板すぎて嫌だ。そうですよ、もうちょっとなんか違う青鬼になってきてくださいよ。クレイマー？よし、順調に穴を塞いでる。ガスが消えれば動かなくなるんじゃないでしょうか。やめて。ごめんな、これも仕事なんだ。我々ガス会社の仕事を分かってください。え、いつから私たちはガス会社の社員になったの？これであと一つになった。これでここの墓地ともおさらばですね。ちょっと待って、お茶でもしない？制限時間があるから無理だ。じゃあちょっとゲーム閉じてみない？どうしても塞がれたくねえみたいだ。ゾンビども、これで終わりだー。やったか。フラグみたいに言わないで。はぁ、はぁ、やったのか。こいつもフラグみたいに嫌がって。とりあえず奴らはいなくなったようですね。でもまたすぐ来るかもしれないわ。早くここを出ましょう。そうですね、とりあえず南門を調べてみましょう。あぁ、こんな神奇臭いとこさっさと出ようぜ。あぁ、拓郎、後ろ。フラグ回収しに来やがったー。え、ハロー。うわ、来るな。え、来い。そ、足くじいたみてぇだ。お前らだけでも先に行け。そんなことできないわ。お前らも食われるぞ。でも、え、ポンちゃん。どうしてポンちゃんか。え、ポンちゃん、もしかして青鬼の木を引こうとしてる。拓郎、今です。早くこっちに。おポンちゃん、なんて賢い猫なんでしょう。わぁ、猫ちゃんじゃん、かわいい。猫ちゃん大好き。ポンちゃん、危ない。逃げてポンちゃん。もうダメかと思ったぜ。ポンちゃん。大丈夫です。ポンちゃんの足ならきっとうまく逃げ切れるでしょう。だといいけど。そうですよ、きっと大丈夫です。とりあえず、ここを脱出しましょう。拓郎、足は大丈夫ですか？ああ、なんとか大丈夫だ。歩けるぜ。よかった。ではとりあえず村へ向かいましょう。いや、俺は大丈夫だ。お前らは他の奴らを探しに行けよ。そんな、一人じゃ危険だわ。いやほんと扱いのさよ。怖えけどよ、俺一人に二人を付き合わせてちゃ他の奴らに申し訳ねえよ。拓郎ってこんなにいい奴だったっけ？たけしの弱虫野郎とは比べ物にならないくらいいい奴ですね。拓郎、くれぐれも気をつけてくれよ。次会うときはサンズの川の前で。二人とも死ぬってこと？私たちも次の場所へ向かいましょう。次の場所って、もう終わったんじゃないの？はい、拓郎で終わりのはずです。千歳のやつ、まだ何か隠してるんじゃないか。何？ここは、千歳、生贄が連れて行かれる地は全部で3つではありませんでしたか。なぜ、ここに戻ってきたのです。お願いがあるの？お願い、ですか。お姉ちゃんを助けてほしいの。お姉ちゃん。お姉ちゃん。同じ学校に通ってないんですかね。実は私には双子の姉がいて、青神様の巫女になるために村の人たちに連れて行かれてしまったの。それが本当ならひでえな。巫女は選ばれた人しかなれない、すごくいいことなんだよってみんなが言っていて、その時は私もこの村のことを疑ってなかったから、お姉ちゃんのことを誇らしく思ってた。でも、村がおかしいって気づいた今ならわかる。青神様の巫女なんて絶対にいいものなんかじゃない。きっと、お姉ちゃんも青神様に食べられる。お父さんもお母さんもそれを分かっててお姉ちゃんを差し出した。狂ってる、みんな狂ってる、私も狂ってた、おかしいなんて一つも思わなかった。そして、みんなを巻き込んだ。こんな私が、お願いできたことじゃないけど、お姉ちゃんを助けてほしい、この村から。お願いします。そこまで頼まれたら断れないよね。
わかりました。ここまで来たら断る理由もないですからね。みー、ありがとう。本当にありがとう。しかし、千歳のお姉さんはどこに連れて行かれたのでしょうか。わからない。あ、でも、私が捕まってる時に村の人は本尊の書物がどうのって言ってた気がするわ。なるほど、他に手がかりもありませんし、本尊の書物を確認しに行きましょう。うん。あの三体の他にまだ青神様がいるの。だったらそれを倒せばこの村は解放されるんじゃないでしょうか。急いで向かおう。第3位。青神様の元に100年に一度、100人の生贄を捧げる際に。100人。東西南それぞれの神に1人ずつ生贄を捧げ、さらに合わせて99人の生贄を捧げよ。100なるうちの1人として、巫女を外と中を繋ぐよりしろとする。祭儀は青木北の洞窟にて取り行うべし。お姉ちゃん、白木巫女って言われてた、よりしろってことだったんだ。大祭儀が行われる場所は北にある洞窟のようです。もしかするとあの宿屋の記録に書かれていた北の洞窟のことかもしれません。次は最後の場所、北の洞窟か。それではこちらのゲームを実況していきたいと思います。今度は中身が見えねえ耳かきか。この毎日の耳かきってゲームは前にも少しやったことあるよね。ああ、耳垢をうまく探り当てて取るってゲームだよな。さっきの技術をこっちでも活かして早速耳かきしてあげよう。それじゃあ私からやらせてもらうわよ。いまいち、怖。よく喋る耳かき棒ね。耳かき棒が喋ってるわけじゃねえよ。私は耳かきの神と呼ばれているのよ。嘘ですよ皆さん。そういえば、お腹すいた。深こえ。近いよ。おお、もうすぐだ。マジ近い。私一切動かしてないのに勝手にベラベラ喋ってるんだけど、突っ込んだままにしとくか。そこそこ。ひーっと、霊夢ちゃん慎重にね慎重に。任せなさい。必ず取ってやるわよ。そいやー。うわー。下手すぎて引く。次は私がやらせてもらうぜ。耳かきマスターマリサ頑張って。誰が耳かきマスターだよ。この耳本当に注文が細かいわよね。耳が注文してんのか。さてマリサはうまく取ることができるのか。毎回思うけどこいつの耳の中一体どうなってんだよ。骨が埋まってるわ。タイミングを見計らって。豆腐が取れたよ。豆腐、しかも全然崩れていない状態のお豆腐だよ。どうやって耳に豆腐が入ったのかしらね。耳栓と間違えて豆腐入れちゃったんじゃない。耳栓と間違えて豆腐入れるやつなんかいるわけ。耳栓と間違えて豆腐入れちゃったんだった。ははは、ここにいたぜ。よし、次は私ががっぽり取ってやるぞ。あー、レアじゃない。せっかくのレアものだ、慎重にな。だ、大丈夫だ大丈夫。落ち着いてこのまま一気に。もうすぐよ。せいはー。取った。クワガタが取れたよ、クワガタ。豆腐の次はクワガタかよ。きっとあの耳の中に樹液が塗ってあったのね。クワガタがいるならカブトムシもいるのかな。なんでちょっと欲しそうなんだよ。そういうことなら私がカブトムシ取ってやるよ。あ、闇ちゃんだ。胸騒ぎしかしねえ。安心しろ、虫よりうまいぞ。耳かき名人。はっはっはっは。あら、意外にうまいのね。闇ちゃんにこんな才能があったなんて。マジでカブトムシ取ったりして。よっしゃ、行くぞ。あれ、ここじゃねえのか。ここか。うわぁ、待て闇、全然うまくないじゃない。あー、おっかしいな。ストップストップストップ。